メガヘルツレ02ファンファンラボに展示されているメガヘルツレ02メガヘルツレ02の操縦席メガヘルツレ02はホンダ技研工業が開発した小型実験機1993年3月に初飛行メガヘルツレ02の開発を通じて培われた研究成果は後のハンデイジェットに引き継がれているホンダは創業者のホンダ総一郎が飛行機好きであったことから 1962年には航空機事業参入を宣言して以来研究所内で細々とした研究を進めてきた。研究が本格化したのは1986年に和光基礎技術研究センターが開設されてからで、1989年には米ミシシッピ州立大学ラスペット飛行研究所と提携し研究棟を建設して寄付した。 また研究所の運営費はすべてホンダが負担している。ホンダはここに10名ほどの研究者を送り込んで、市販ロジェット機の改造、飛行実験や、軽くて丈夫な先進的複合材料の研究を行ってきた。また、日本国内でも研究が本格化してからは既存の重工業メーカーからホンダに転属するものが現れ、彼らを採用するとともに、 重工メーカーから技術者の引き抜きも行うなど人材面でも体制を整えてきた。こうして開発されたホンダの飛行実験機第1号であるメガヘルツ例には1993年3月に初飛行に成功した。1995年から1996年まで70時間の飛行実験を行った。後に出力を増強したエンジンに転換して、 実験を行った。なお、詳細な情報は1980年代に過激化した日米貿易摩擦の再来を避けるため、写真を含め一切公表しなかった。キャビンは6人乗りとなっている。機体は従来のジュラルミン製ではなく、ホンダが研究してきた複合素材、炭素線エポキシ樹脂で製作することで軽量化が図られている。主翼は公翼式で、 アメリカ航空宇宙局でも研究していた全身翼を採用している。エンジンは総発だが、胴体や主翼下ではなく、主翼の上部に取り付ける斬新な方法である。これはアッパーサーフェスブローイング機以外では珍しい。基礎情報などは公開されていないが、徹底的な軽量化によって高い機動力を持っている。全身翼は旋回能力などに効果を発揮するが、 一般的に操縦安定性が悪いとされているため、メガヘルツ例にも同様の問題を抱えたと考えられる。現在はツインリンク、モテギウチにあるファンファンラボに展示されている。ありがとうございます。